こんばんは、塾長です。本日2021年度の埼玉県立入試の日でした。皆さんお疲れ様でした。問題解けましたか？今の中学2年生1年生の皆さんにですね、今年の問題の記録を残しながら来年の対策をしっかりと立てていこうということでですね、解説動画を残したいなというふうに思います。よろしかったら参考にしてください。では早速いきたいと思います。1のカッコ1、もうオーソドックスな文字式の問題ですね。4から9引きません、引けません。で、政府の数一番最初でどうやって習うのかというと、4から9引けないわけなので、大きい数から小さい数を引きます。符号がマイナスだからマイナスを頭につけてあげてマイナス5って考えるんでしたね。これから中学1年、新中学1年生の皆さん、これから習いますからね。なのでこれはマイナスの 5x ついてますからマイナス 5x です。はい、2番、マイナス3プラスマイナス4かける5、これは当然掛け算を先に計算しましょうねっていうことですね。まさかの頭からやんないでくださいね。いいですか。マイナス3は残しておいて、マイナスかけるプラスはマイナス4520、マイナスとマイナス、借金借金大借金です。どんどん重ねてください。ここプラスにする人たまにいますけれど、絶対そんなことはしダメですよ。はい、ここが掛け算の答えになってますね。いいですか。はい、括弧3番文字式の、割り算掛け算、中学2年生の問題ですね。これはもう暗算でできる人はもうすっとやればいいんですけれど、今日は基本通りやりましょう。いいですか。基本通りというのはどういうことかっていうと、しっかりと分数の形にします。 1,4,xy ですね。割り算ですから分母に、文字も数字も分母に持っていきます。で、掛け算を掛け算ですからね、また元に戻って 6y です。で、処理をしていきます。符号、数字、文字、いいですか。順番は符号、数字、文字、プラスプラスプラスですから、これはね、プラスですよ。プラス書きませんけど、数字だけ処理します。8と4が約分できて2と1、2はさらに6で約分ができて1と3です。あとはもう割れるところはないですから、こうやって印をつけておきましょう。 x は下に1個上に1個ありますから、 x1 個ずつ消してあげる。 y は上に2つ残っています。残った数字は3、残った文字は y が2つですから、 y の2乗、答え 3y2 乗ですね。ここまでいいですか。では次に行きます。